ムーランルージュ新宿座、ムーランルージュ新宿座、仏語ムーランルージュムーランルージュ新宿座、1931年12月31日設立から1951年閉館は、戦前から戦後にかけて、かつて東京、角筈に存在した大衆劇場である。ムーラン・ルージュとは、本家のフランス・パリのモンマルトルにある、ムーラン・ルージュと同様に、フランス語で赤い風車という意味である。本家同様、建物の上に大きな赤い風車があった。名前の表記について、プログラム、新聞や雑誌、関係者の回想録などは、ムーラン・ルージュと記されているが、プログラムの表紙は、デザイン上を省いて、ムーラン・ルージュとなっている。商標登記上もムーラン・ルージュとなっている。1931年、昭和6年12月31日、東京府豊玉国淀橋町、現在の東京都新宿区新宿3丁目36の16、JR 新宿駅、南口東側の新宿国際会館ビルのあたりにオープンした。浅草公園6区の浅草オペラ時代。1917年から1923年にテナー歌手、その後、玉木座の支配人をしていた佐々木千里が個人で開いた劇場である。定員は430人。1931年オープン時には、龍丹寺武、吉行英介、楢崎勉を文芸部顧問に迎え、前カジノホーリー文芸部長の島村隆三を文芸部長とした。レビュー。軽演劇など、いろいろなものを演じていた。当初は、浅草で演じていた、軽演劇の再現でしかなく、経営も思わしくなかった。1932年、昭和7年12月12日、当時18歳のムーランの歌手、高輪芳子が、四谷番主町127、現在の新宿区新宿5丁目の新宿園、アパート2階14号で、雑誌、新青年のレギュラー執筆者であった当時26歳の作家中村慎次郎とガス心中を図り、大々的に報道された。ムーラン・ルージュの名が一躍知れ渡ることとなる。結局高輪は死去、中村は息を吹き返した。その頃には様々な俳優が出演することで、ムーラン独自のカラーの演劇を確立し、次第に評判を呼び満員になるほどの盛況ぶりと、なっていた。王子のバラエティショーを彷彿とさせる多彩な演目を量産する強行スケジュールをこなす中でスターが生まれた。帝国キネマ演芸で映画俳優、結城繁三郎として活躍後、ムーラン文芸部に入った作家、尾崎正房はムーランと並行して巣鴨撮影所を持つ大都映画の剣劇俳優、松山宗三郎としても活躍した。1933年、昭和8年初頭から1935年、昭和10年までが、ムーランの全盛期であった。パリにあるのはキャバレーであるが、新宿座は劇場である。入り口には赤い風車が回っており、当時の新宿の街の名物にもなっていた。当時山手を代表する、歓楽街になりつつあった、新宿の芸能文化に触れる上で欠かせない、存在である。ムーラン・ルージュ出身の有名な俳優も多い。1923年、大正12年9月1日の関東大震災による浅草壊滅と東東京からの人口の流入を背景に登場した。早稲田大学の学生をはじめ、角筈近辺に住んでいた文化人にも親しまれていた。第二次世界大戦中の1944年、昭和19年、ムーラン・ルージュの名称は適正語とされ、作文館と改称することとなった。1945年、昭和20年2月に経営権が松竹の手に移るが、同年5月空襲で劇が焼失し、公演不能となる。戦後は松竹の手を離れ、混乱の中で、ムーラン・ルージュの名称が第三者によって商標登録されてしまっていたため1946年、昭和21年10月から、将棋界の名称で公を再開するが、参加者の意見の食い違いと経営上の困難で、早々に解散する。残った関係者が、ムーラン・ルージュとして、渋谷の東横デパートで公演するが、名称の無断使用に対して、権利者から苦情が入り、林井文、恵通企業、現在のヒューマックスグループ創設者が、権利と劇場敷地を買い取って1947年、昭和22年から経営することになり、再建に着手する。しかしストリップショーなど、新しいジャンルの娯楽に押され、1951年、昭和26年5月に閉館された。ここで育った人材は、映画、放送界に流れた。その後、ムーラン・ルージュの名称は、恵通企業が経営するキャバレーの店名として使用された。JR 新宿駅、南口東側FLAGS近く、元新宿国際会館ビルがほぼ跡地に該当する。同地は国際マンション株式会社が所有しており、2012年9月までは同社工業部による経営下で成人映画を中心に公開する映画館、新宿国際劇場、2階。新宿国際名画座、地下1階が館内あった。また、同ビル会場には、ストリップ劇場、新宿ミュージックホールがあったが、1985年9月に、この劇場を改装して、喜劇場内小屋、コメディシアターとした。同劇場は1990年頃までは存在し、TBS テレビの公開番組の収録や、貸し館などを行っていたが、その後は、成人映画館に転換し、閉館後はカラオケパーティー店に改装されていた。同ビルは2014年8月より解体工事が着手され、2017年6月竣工をめどに建て替えられる。新築ビルにはパチンコ店ベガス新宿店とディスカウントストアのドンキホーテが入居している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。